孫ミンの価値が全世界33位を記録した。ドイツのサッカー遺跡専門サイト、トランスファーマークとは22日、全世界で最も価値あるサッカー選手をタイトルに公開したランキングで、孫憤ンを8000万ユーロで33位と発表した。同サイトは、孫ミンを従来の6500万ユーロから8000万ユーロに上方評価。 それだけに201819シーズン、孫ミンの活躍が輝いていたことが再び証明された。なお、ランキングの1位はキリアン・エムバペで2億ユーロ、2位はネイマールで1億8000万ユーロだった。